こんにちは、料理教室のぼんちゃんです。今日は大好評いただいているタワテラ式シフォンケーキの外し方がさらにバージョンアップしましたのでご紹介したいと思います。コメントからいただいたアドバイスをもとに外し方をワンランクアップしてみました。ぜひ最後までご覧になっていってください。では早速始めたいと思います。下準備の方法は元祖シフォンケーキの外し方をご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。下の台に吊るものは高さがないもので大丈夫です。少し高さがあるだけで抜くことができます。型を外した後にシフォンケーキが転がらず安定するので安心です。型から外していきたいと思います。そうしたらひっくり返してナイフを入れます。シフォンケーキを逆さまにして型から外すのがポイントです。ぐるっと一周シフォンケーキを回していきます。最後に中心の紙を外します。とってもきれいに外すことができました。コメントをくださった飯尾さん、ありがとうございました。皆さんのシフォンケーキの外し方、インスタでもアップしていますので、ストーリーに上げていただければタグ付けしてご紹介させていただきます。皆さんのシフォンケーキの外し方、とっても楽しいのでぜひ覗いてみてください。このチャンネルでは秘密の料理術を娘に伝えたいレシピ集とともにお届けしています。この動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。